そんなこと言ってる場合じゃないわよ。急いで日本に戻ってきて、できるだけ早く。麻子が倒れた。もう長くない。急いで。今まで散々いじめてきた体だからな。今さらいたわったところでどうにもならん。ユージ、昨日からずっと寝たり起きたりの繰り返し、起きていられる時間がどんどん短くなってきてる。
何年も前からこうなることは分かってたんだ。お前にはお前のやるべきことがあるだろう。すまんな、ユージ。生き方を教えてやるなんて大それたことを口にしておきながら、結局は日の当たらない仕事の手腕を仕込むだけで精一杯だった。お前は相変わらず泣き虫だな。男は簡単に泣くなって教えただろう。いいか、ユージ。人間ってのはな、死ぬために生まれてくるんだ。形のあるものは、いつか壊れて、生きてるものは、いつか、必ず死ぬ。生まれてきた意味なんてのは、死ぬ時に初めてわかるもんだ。今まで散々お前に偉そうなことを言ってきた私だけどな、私だって生きる意味なんてわかっちゃいなかったし、いつ死んでもおかしくない生き方をしてきた。それでも今はなんとなくだけど、若軍人として生きてきた私には軍人らしい最後が必要で、軍人は自分のやるべきことをやってから死ぬ。仕方のないことだと言い訳をしては、何人も敵を殺して、何人もの仲間を助けた。おまけに、ユージ、お前を死なせずに済んだんだ。私はもう十分に生きた。そうだろう。もういいんだ。もうお前は自分のために生きてもいいんだ。今のお前なら何だってできる。失敗したって何度でも立ち上がれる。私はお前をそういう男に育てたつもりだ。これからの人生で
それを見つけりゃいいんだよ。もっとあがけ。人生なんてもっとジタバタしていいんだ。楽に生きようとするな。お前と一緒にするな。私はな、死ぬことを許されたんだよ。軍人ってやつはな、出撃した初日にぽっくりと落ちんじまうやつもいれば、どんなに過酷な戦場に放り込まれてもしぶとく生きて踊るやつもいる。その二つの違いはな、お前はもういい、よく頑張ったと、死を許されるやつ、そしてお前にはまだやることが残っていると、死を許してもらえないやつの違いだ。私は許されたんだよ。わかるか、ユージ。さあな。多分そうなんじゃねえか。バカだなお前は。あんまり笑わせるなよ。ユージ、今何時だ？そっか、今日は星が綺麗だな。お前が私のところに来てしばらく経ったある日、お前は夜中にベッドを抜け出して、こんな夜空を見上げてたよな。あの時お前何を考えてたんだ？だろうな。そう言うと思ってたよ。少し疲れたな。もう寝てもいいか。
生きてた。あなた、ここ一週間何してたのよ。何度電話しても出ないし、留守電残したりメールしても返事が来ないし。こうして来てみれば、床の上に転がってるし、死んでるのかと思ったわ。玄関の横に落ちてたわよ。っていうかバッテリー切れてるし。無責任にこんなこと言いたくないけど、しっかりしなさいよ。しておくとダメになるから。私の部屋じゃないわ。サムおじさん、彼はとってもいい人よ。込むようなこと？うるさいわね。私は男より仕事を優先しているだけで、別にモテないわけじゃないのよ。っていうか、ちょっとうざいって言わないで。どこが？いいわ。とりあえず、そっちの奥の部屋、空いてるから好きに使いなさい。おはよう。ひどい顔ね。また眠れなかったの？そう。私もう仕事に出なきゃいけないんだけど、朝ごはん自分で食べられる？これはゴミじゃないわよ。服を買っておいたから、外に出るときはこれに着替えて。それと、携帯電話を必ず持っていくこと。それと、テーブルの上に食事代が置いてあるから、お昼はそのお金で好きなものを食べなさい。じゃあ、行ってきます。
ここでの生活にも、もう慣れた？何か足りないものがあれば、遠慮なく言いなさい。必要ならすぐに用意するから。待って、そうじゃなくてね。あのね、ユージ、もしかして、私の歯ブラシ、使ったの？使っちゃったのかな？うん？常識！ああ、誰もが自分と同じに持ち合わせていると信じていた常識が！こんな形しまった。この子の常識は、朝子のそれと何ら変わらないということをすっかり失念していたわ。深く。わかった。歯ブラシ買ってくる。毛が硬いの買ってくる。私と一緒にいるとどうしても思い出してしまうなら、一緒にいない方がいいのかな。
のは私の方かもね。ごめん、ユージ、忘れて。北海道行ったことあるぞ。いいや、プライベートで。なんでだよ、普通に観光だよ。いや、観光バスは嫌いだ。ほら、裏の納屋の中に幽霊のポンコツがあるだろ。あれで行ったんだ。だっておめえよ、観光バスなんてあれだぞ。はーい、時間です。あれを見てください、これを見てください。てよ、天井の時間まで決められてんだぞ。旅行が終わって家に帰れば、疲れ以外の何も残っちゃいないような旅の何が面白い。ええか、ユージ、旅の意味ってのはな、何を見つけて何を持ち帰るかが重要だ。人と同じものを見て人と同じ発見をすることは、わざわざ旅に出なくてもできる。一人でバイクで気ままに旅して、気になるものがあったら止まってみればいい。知らない道があったら入ってみればいい。道を間違えても気にしない。自分で見て感じて発見して理解する。そういうことを繰り返してるとな、人と同じものを見ても違う見え方をしてくるもんだ。軍人なんて仕事をしてるとよ、そういった人とは違う視点ってのが重要だったりもするわけだ。わかるか？なんとなくかよ。ま、そうだよな。よし、そんじゃお前が免許取ったらバイクで北海道行くか。一月も向こうにいりゃ、なんか違ったもんが見えてくるだろう。サラリーマンじゃねえんだ、休めばいいさ。駒稽古だどうだっていいんだよ。バイク2台で北海道まで行ってよ。そっから先は現地解散で別行動な。バカだな、私の後についてあれ見ろこれ見ろ言われたらバスと買わねえだろうが。合流場所だけ決めて別行動すんなよ。そんでな、キャンプ場で合流したら何を見てどう感じたか、酒でも飲みながらお互いに語り合うってわけよ。その方が旅として濃いし、絶対面白いから。最初のうちはよ、一人の心細さで走るだけで精一杯になっちまう。景色見てる余裕すらねえけど、慣れてくりゃいろんなもんが見えてくる。気がつきゃネットの中で大声で歌を歌いながら走ってる。一人どうしても一人じゃ寂しいってんならジョンを連れて行きゃいい。こうよ、タンクの上にベタッと伏せさせてな。犬がいるってだけでこんなに心強いのかって改めて感動するぞ。観光バスの旅行に比べりゃ無駄だらけだけどな、ユージ、人生ってやつは無駄を楽しむもんだ。無駄を重ねてきたやつの方が生きるのがうまい。
楽しい人生ってやつだ。まあガキにはまだ分かんねえか。どこへ行くの？目標を失ったら風の吹く方へってこと？帰ってくるの？不安。あなたお金とかちゃんと持ってるの？まあいいわ。行ってらっしゃいな。携帯だけはなくさないようにね。引き止めてほしかったの？さっさと行っちゃいなさいよ。バカね。